速度調査とは、列車の速度を計測し、その速度が許容された速度の範囲内であるか否かを、称号することである。ヤテルと略されることがある。通常は、ATS などの自動列車保安装置に、速度調査の機能が与えられ、列車が信号機の指示速度や、分岐器、曲線などにおける、制限速度を超過し、または超過しようとした場合に、 自動的にブレーキを作動させて列車を減速停止させる仕組みになっている。速度調査は定められた制限速度を守って運転士が列車を走らせていることを機械的にチェックして守られていない場合に強制的にブレーキをかけることで列車の安全を守る仕組みである。鉄道における制限速度は分岐器やカーブの通過速度の制限のように常に一定の速度のものと 信号機の現在の表示に基づいて制限が時間的に変化するものの両方がある。速度調査の装置の種類によってどの種類の速度制限に対応しているかには違いがある。速度調査は地上に設置されている装置と車上に設置されている装置の組み合わせによって動作している。地上から車上にどのように情報を伝えるか、どのように車上装置が 制限速度を適用するかなどで様々な方式がある。また、速度調査で制限速度違反を検出した時の動作についても、非常ブレーキをかけてその場で列車を止めてしまう方式のものと、制限速度以下に列車が減速した時点でブレーキを緩める方式のものがある。この項目では、速度調査で用いられている各種の方式、原理と、それを実装した。 各種保安装置の実例、設置状況などについて説明する。速度調査方式の種類は、地上から車上への情報の伝送の仕方で、転制御と連続制御の2種類に分類されている。転制御の速度調査は、情報を、ある特定の地点で地上から車上へ伝送するもので、ある。伝送できる箇所が制限されているため、途中で信号機の指示速度が変化してもそれをすぐに、 車上へ伝達することができない。受け取った情報に応じて、車上の装置が速度調査を行うが、情報を受け取った地点でのみ速度を調査して、必要に応じてブレーキをかける方式と、次に制限速度情報を受け取る地点まで、車上装置が情報を記憶して、列車の速度を調査し続ける方式がある。連続制御の速度調査は、情報を随時地上から車上へ伝送するものである。 列車がどの位置にいても常に情報を伝送し続けられるため、信号機の指示速度が変化した時にその情報を即時、車上へ伝達することができる。連続的に受け取る制限速度情報に基づいて、常時列車の速度が調査される。受け取った情報に基づいて、どのように列車の速度を調査するかの方式としては、点調査、連続調査、パターン調査がある。点章差は、 点制御の情報伝送に基づいて受け取った情報により、その場でのみ、速度調査を行うことを指す。情報伝送が行われた地点でのみ、速度調査を行うため、調査地点以外では、調査が行われず、その間の列車の制御は運転士に委ねられることになる。点調査の概念を図に示す。図では、横軸方向に、距離、縦軸方向に速度を取り、列車は、 左から右に進行するものとする。薄い緑の着色でその地点の制限速度を表す。この例では、最初は制限速度は時速 100km であるが、途中から制限速度が時速 80km に変化する。このため、速度制限開始地点までに適切に減速しなければならない。1に示したように、速度制限が開始される地点よりもある。 程度前から青い曲線のようにブレーキをかけて減速すると所定の制限速度を守って走行することができる。これが求められる運転である。2は速度制限の開始地点で時速 80km で走っていることを保証するために速度調査を設定した例である。赤い縦の線で示した位置でピンポイントで列車の速度を照合し、 時速 80km 制限を守っているかどうかを調べ、守れていなければ自動的にブレーキをかける。運転士が正しくブレーキをかけて青い線に沿って減速すると問題なく速度調査のチェックをクリアして進行することができる。しかしこの例では速度制限開始地点そのもので速度調査をしており、仮に運転士が速度制限を 全く無視してそのまま進行してくると、速度調査によるブレーキが作動してもすぐに、制限速度以下に減速させることはできないため、赤い破線で示したように制限速度を超過してしまう。したがって3で示したように、速度調査をかける地点は、速度制限開始地点よりある程度前に設定する、必要がある。速度調査の地点と、速度制限開始地点の距離は、求められる。 減速の度合いと、その路線で運行されている車両のブレーキ力などによって決定される。赤い破線で示したように、速度制限を無視して進行してきた列車は、速度制限開始地点までに制限速度以下に減速するので、制限速度違反は起きない。一方で、速度調査する地点が手前に移ってしまうので、問題なく運転されている列車でも、速度制限開始地点より、 手前の速度調査地点から制限速度を守って運転することが求められるようになり実質的に速度制限の区間が手前に拡大することになる。4は運転士が悪意を持って制限速度違反を試みた例である。転送差式の速度調査ではある一地点での速度しか照合しないのでその地点だけで制限速度を守っていれば自動的なブレーキはかからない。 速度調査点をクリアしてから再加速すれば制限速度を故意に違反することは容易に可能である。またそもそも時速 100km 制限とされている区間で制限を大幅に超過して速度調査地点に侵入してきた場合には速度調査によりブレーキがかかり始めても速度制限開始地点までに十分減速できないことがあり得る。点調査ではこのように 悪意を持って運転した場合には、速度超過を完全に防ぐことはできない。しかし実際の鉄道においては、運転士の不注意、ミスを防止できれば十分であるため、適切に調査速度と調査地点が設定されれば、十分な安全性を実現することができる。連続調査は、主に連続制御の情報伝送に基づいて受け取った、速度制限情報により、常時速度照射を行うことを指す。 ただし、点制御により受け取った速度制限情報を次の情報伝送まで保持して調査し続ける方式もある。連続調査の概念を図に示す。図の見方は点調査の図と同じである。連続調査では、連続的に調査が行われるので、区間ごとに調査速度が設定される。1に示したように、速度制限と全く同じに調査速度を設定すると、 検証差の場合と全く同様に速度制限を無視してそのまま進行してきた列車に対して実際に速度章差による自動的なブレーキが作動するのは速度制限開始地点以降となり制限速度違反が発生してしまう。これに対して2で示したように速度制限開始地点により手前の区間から章差速度を設定されている速度制限の値にすることで 速度制限を無視してそのまま進行してきた列車を速度制限開始地点までに適切に減速させることができる。実質的に速度制限区間が手前に拡大されることになるのは転章差の例と全く同様である。連続章差では常に章差が行われ続けているので転章差とは異なり運転士が故意に速度超過させることができない。このため、 点章査よりさらに安全性の高い方式となっている。速度制限が適用される位置、あるいは停止しなければならない位置までの残り距離の情報が制限速度の情報と一緒に地上から伝送され、車上装置がそれをもとにその列車のブレーキ性能で実現可能な運転曲線を計算して、パターンよりも速度が超過しないように調査する方式である。 パターンと実際の速度を常時比較するので、連続調査の一種である。パターン調査の概念を図に示す。この例では、当初時速 100km 制限で、途中から時速 60km 制限になることを前提にしている。1に示したように、車上の速度調査装置は、速度制限開始地点までの距離と設定されている、制限速度、自列車のブレーキ性能をもとに、 赤い線で示したように、ブレーキパターンを計算して内部で保持する。ブレーキ性能は、非常ブレーキのように最大のブレーキ力を前提にするのではなく、運転手が通常運転時に用いるブレーキを前提にするのが通常である。2では、運転手が通常通り列車を制御して運転した場合を示す。青い線で運転手の操作による列車の運行を示す。 速度制限をきちんと守るように運転士がブレーキをかけると、青い線は常に赤い線の内側に収まり、速度調査装置は運転に干渉しない。これに対して3では、運転士が速度制限を無視してそのまま進行してきた例を示す。運転士の操作を示す青い線があらかじめ速度調査装置が計算している、ブレーキパターンを示す赤い線に触れると、 それ以上進行し続けると速度制限を違反してしまうことになるので速度調査装置がブレーキパターンの内側に収まるように自動的に列車にブレーキをかけるパターン調査は常時速度調査をするという点で安全性では連続調査と変わらない一方で点照射や連続照射では速度照射に定職した列車が制限速度以下に減速するために必要な距離を 見込んで、調査地点を実際の速度制限開始地点より手前に設定しなければならず、実質的に速度制限区間の拡大を招いていたが、パターン調査では実際に必要な速度制限区間だけに調査をかけることができる。これは運転士にとっては、不必要に速度調査装置に運転を妨害されることなく、速度調査がないのと同じように運転することが、 できるということを意味する。貨物列車のようにブレーキ性能が特に悪い列車が性能の良い電車と混在して運転されている路線では列車種別によって速度調査の設定を切り替える仕組みを導入しない限り最も性能の悪い列車に合わせて速度調査の設定が行われる。これは性能の良い列車にとっては 不必要に手前から減速を強いられて所要時間が伸びることになる。ブレーキ性能に応じて速度調査の設定を切り替える仕組みを導入すれば、この問題は解消できる。パターン調査では、車上装置がそれぞれの列車のブレーキ性能に応じて、ブレーキパターンを計算するので、どの列車にとっても最適な位置で速度調査が行われる。 速度調査による調査を適用する対象としては、以下のような例が挙げられる。速度調査装置の種類により、どの種類の速度制限を適用できるかは異なっている。鉄道の信号機では、進行と停止の中間に注意や警戒など様々な現時があり、国や鉄道会社によっても異なるが、それぞれに速度制限が設定されていることがある。 例えば日本の JR では多くの場合注意では時速 45km 制限となっている。信号機による速度制限は信号機の時間的な現時変化を列車に伝送しなければ速度調査ができない。信号機による速度制限の調査機能を持っている装置であっても一旦車上に制限がかかっていることを伝送して速度調査が始まった後に 信号機の現時が変わって速度制限が解除された場合に速度制限解除の情報をすぐに伝送できるかどうかは装置によって差異がある。曲線や分岐器に高速で進入すると脱線の危険があり、また乗客の乗り心地を阻害するため速度制限が設定されていることがある。これは線路条件が変化しなければ常に一定であり、 高級的速度制限とも呼ばれる。ただし同じ地点であっても、車種によって制限速度が異なることもある。また分岐器では、直線側を進行するときと分岐側を進行するときで速度制限が異なっていることもよくある。工事や補線作業を行っている区間などに臨時に速度制限が設定されることがある。平常時は速度制限がない区間に新たに設定されるので、 何らかの手段で列車に新たに設定された速度制限の情報を伝達する必要がある。路線自体に最高速度が設定されていることがある。これは法的に設定されたものである場合と技術的に設定されたものである場合がある。また路線ではなく車種によって最高速度が設定されている場合もある。この制限に対応した速度調査装置は 常時その速度を超過しないように監視する。速度調査で用いられている原理を分類して説明する。地上時間比較式の速度調査は判定を地上側で行いその結果を車上に送信して必要時にブレーキをかける仕組みとなっている。車上側からは常に一定の周波数の電磁波が地上に対して送信されている。速度調査をかける地点では レールの間にループコイルが付設されており、これにより、車上からの電磁波を受信する。受信した時点からタイマーによるカウントが始まり、ループコイル上をあらかじめ定められた時間以内に通過すると速度超過と判定する。例として、時速 36km で速度調査をかける場合を考える。これは秒速に換算すると秒速 10m となる。 仮にループコイル長が10メートルであれば、制限速度をちょうどで走っている列車はこの上を1秒で通過し、制限速度以上の列車はこれより短く、制限速度以下の列車はこれより長くなる。従って、ループコイル上を1秒未満で通過した列車に対して、速度超過と判定して、ブレーキ指令を送る。この方式では、制限速度そのものの情報は、 地上から車上へ送信されず、速度調査結果のブレーキ指令が送られるだけである。このため、転制御点調査の速度調査となる。この方式は、日本の ATSSSX で用いられている。車上時間比較式の速度調査は、地上に2つの地上紙を設置してその間の通過時間を車上で測定する仕組みとなっている。地上子は RLC 回路となっており、 特定の周波数に対して共振する。車上から常に一定の周波数の電磁波を送信しており、地上子の上を通過するときに共振により起きる周波数変化を検知することで、地上子を検知することができる。体になっている二つの地上子の間隔は、その地点での調査速度に応じて決定される。車上では二つの地上子の設置地点の通過時間が、一定時間より短いときに、 速度超過と判定する。同様に例として時速 36km での速度調査を考える。この時に2つの地上紙を 10m 離して設置してあれば、その間を制限速度ちょうどの列車は1秒で走行し、制限速度以上の列車はこれより短く、制限速度以下の列車はこれより長くなる。1個目の地上紙を通過した時点でタイマーを起動し、2個目の 地上市を通過した時点での時間が一定時間未満であれば速度超過と判定してブレーキがかかる。車上側には地上市の設置間隔の情報も制限速度の情報もなく単に一定の時間を計測して判定するのみである。したがって特定の路線に設置する速度調査用地上市はすべて同じ通過時間を前提にして地上市の設置間隔を調整することで 照射速度を設定する。一方、ブレーキ性能が高い列車では、通過時間の設定を長めに、ブレーキ性能が低い列車では、通過時間の設定を短めに設定することで、列車ごとに制限速度の設定を一定の割合で変えることも可能である。この方式は、照射速度の設定を、地上子の設置間隔に依存しているため、照射速度を時速 0km に設定して、 絶対停止を指示することができない。行き止まりの駅などでは、多数の地上紙を設置して、終端に近づくにつれて、間隔を短くしていくことで、制限速度をだんだん落としていき、オーバーランの防止を図っているが、制限速度以下で、ゆっくり前進を続ける列車に対しては阻止することができない。このため、別の周波数に共振を設定した地上紙を設置して、 絶対停止を指示する仕組みになっているものもある。この方式は、地上子が単なる RLC 回路であるので、電源を必要とせず、比較的安い費用で設置することができるという長所がある。地上時間比較式と同様に制限速度そのものの、情報は送信されないので、転生魚天調査の速度調査となる。常に一定の速度で調査するため、 信号機の現時による制限速度の調査には使えない。この方式は日本の ATS-STSWSS-SKSF で用いられている。これらでの調査時間は標準で0.5秒である。多編集地上子式は RLC 回路でできた地上子をレール間に設置し、その共振周波数をスイッチで切り替えることにより、 車上に情報を伝送する仕組みである。車上からはその共振周波数により制限速度の情報を読み取り、車上装置が現在の列車速度と照合して必要に応じてブレーキをかける。この方式は地上市の共振周波数を切り替えるためにスイッチを駆動する必要があり、電源が必要であるが、 信号機の現時による速度制限の情報を伝送することができる。また、制限速度そのものの情報が車上に伝わるので、車上装置の仕組みによっては転制御連続調射を実現することもできる。多編集地上史式で転制御点調射を実現しているものとしては、ドイツ、オーストリア、スロベニア、クロアチア、ルーマニア、カナダなどで用いられているインズ氏や、 それとほぼ同等のスペインの ASFA などがある。また転生魚連続少佐を実現しているものとしては、近鉄、京王、東部、小田急などの ATS がある。軌道回路式は、レールに電流を流して、車軸でこれを短絡することによって、列車の位置を検知する仕組みである。軌道回路を情報伝送に利用する仕組みである。AF 軌道回路式では、列車位置を検知する。 信号電流の周波数とは別に、情報伝送用の周波数が用意されており、これを軌道回路電流に頂上して送信し、車上装置で受信して、制限速度や、その他の情報を読み取る。軌道回路断続符号式では、軌道回路の信号電流の断続回数や、断続時間で情報を送信し、車上装置で受信して、情報を読み取る。 軌道回路電流で情報を伝送するため基本的に連続制御となる。なお、レールに沿って設置した情報送信用のケーブルで情報を伝送する添え、線式もあるが原理としては軌道回路式とほぼ同様である。軌道回路により連続制御連続調射を実現しているものとしては、日本の民鉄各社で導入されている ATS や新幹線のアナログ ATC、オランダの ATB、 イタリアのボックなどがある。またデジタル a t c やフランスの TGV で用いられている TEVM-430 は連続制御パターン調査である。交差誘導線式はレールの間に交差誘導線と呼ばれるケーブルを付設し、このケーブルと車上の間で電磁波を利用した通信を行うことで情報を伝送する仕組みである。 前方の進路の開通状況や先行列車までの位置といった情報などが車上に連想されて車上装置がその情報に基づいて調査を行う。交差誘導線により連続制御パターン調査を実現しているものとしてはドイツやオーストリアで用いられている LZB がある。トランスポンダ式はデジタル信号でデータを送受信する地上紙を設置しておき、 その上を通過する列車と情報をやり取りする仕組みである。一地点で情報を列車に伝送する点では、多変周知常式と似ているが、デジタル化によって多くの情報を伝送できるようになった。伝送された情報に基づいて、車上装置で速度調査を実現する。トランスポンダ式で転生魚パターン調査を実現しているものとしては、日本の ATSP。 フランスやベルギーで用いられている TBL、フランスで用いられている KVB、これとほぼ同等で、ノルウェーやスウェーデンで用いられているエビキャブ、ヨーロッパ共同のエタックスレベル1などがある。無線通信式は、無線通信を行うことで、情報伝送を行う仕組みである。速度制限が設定されている位置などは、線路上のキロほどといった絶対位置情報で、伝送され、 ベッ列車の現在位置を測定する手段と組み合わせることで、車上装置により速度調査のためのパターンを生成する。曲線や分岐器などの工場的な速度制限については、車上のデータベースに位置と制限速度が記録してあることもある。無線通信式で連続制御パターン調査を実現しているものとしては、JR 東日本で開発中の a t a スや、 ヨーロッパ共同のエタックスレベルにレベル3がある。車両の運転設備に設置された速度計の表示速度をそのまま調査対象にする方式である。ATS が普及し始めた頃、電気式の速度計の精度は今ほど高くないとされ、また、主に蒸気機関車には一定時間ごとに作動する機械式速度計が取り付けられていた。このこともあって、 速度計とは別に列車の進行速度を検出する前述の方式が開発された。しかしその後、蒸気機関車や戦前型電気機関車が一掃され、電気式速度計の信頼性も向上したことから、電気式速度計を速度調査の手段として使われることが出てきた。ATSP で使用している。ATSP では、運転台用の電気式速度計をそのまま使うのでは、 なく、別個により、高精度の電気式速度計を搭載している。速度形式の最大の問題は、通常の鉄輪、鉄製の軌道による鉄道は、ゴムタイヤ式の自動車と比べても摩擦力が少ないため、加減速時に車輪が滑走しやすい点にある。これを抑制する方法としては、実際に ATSP を採用している JR 各社では、先頭車の第一軸を避けて設置するほか、 空転する可能性の高いモーターや機動車の駆動軸も避けて設置することとしている。ただしこれには異論があり、京浜急行電鉄は駆動軸であれば空転が発生したとしても、速度計が示す以上の速度は出ていないとして、電動台車に速度計を取り付けている。日本国有鉄道とそれを引き継いだ JR グループにおける速度調査装置について、 詳細を説明する。速度調査用、ATS 地上紙、国鉄、JR のタイマー方式の速度調査には、地上タイマー方式と、車上タイマー方式の両方があり、転制魚点調査である。調査速度を超過して通過すると即時非常ブレーキとなり、停止まで寛解されない。タイマーの調査時間は、標準で0.5秒である。 地上タイマー方式分岐器加速度警報装置、国鉄時代に開発、整備された分岐器加速度警報装置が、地上タイマー方式の基礎である。警報から5秒以内に、確認扱いをしないと非常制度がかかるが、確認扱い後は、全く無管理である。ATS-B、S、SN、SN に、この機能がある。1966年の東北本線日大駅。 および1968年の東海道本線、ゼゼ駅での貨物列車の脱線転覆事故を受けて、主要幹線に整備されたもの。キロ 60km 以上では、速度調査ができない欠点があった。分岐器加速度警報装置、防止装置は、地上側で速度調査を行うため、列車検出コイル、ATS 地上子のほか、地上子制御用のタイマー取り冷回路、および、 動作電源が必要であり、低圧電源の得にくい駅以外の設置に困難があった。曲線における速度調査車上側に、速度調査機能をもたない ATS-SN や ATS-SN 方式では、この分岐器加速度警報装置と同じ構造で機能が、即時停止の地上タイマー式加速度防止装置を、当該曲線等の手前に設置することで、速度調査を行い、 加速の度合いにより非常制度で強制停止と警報動作がある。即時停止機能を用いた場合は制限時速 60km 以上にも有効である。北海道旅客鉄道では2005年7月26日より同装置を用いて曲線での速度調査の運用を開始した。曲線加速度防止装置は従前ほとんど設置されていなかったが2005年4月25日に 発生した JR 福知山線脱線事故を受けて、国土交通省が ATSP も含めて、極線速、テラシ設置を義務付けたため各社実施計画を定め、設置工事中である。社状態は、方式 ATS、ST 系列東日本旅客鉄道と、東海旅客鉄道が全 JR 用に、共同開発した ATSSN に、 車上側での速度調査機能を付加したものが ATS-ST であり、地上側に対応する ATS 地上紙を設置することにより、曲線部など任意地点における速度調査が可能である。ATS-S 改良型と呼ばれるもののうち ATS-SW、ATS-SS、ATS-SK、ATS-SF がほぼ同様の機能を持つ。本項目ではこれらに、 ATSSN を含めたものを ATSST 系列と記す。ATSST に速度調射機能が付加されたのは1994年以降であり、他の ATSST 系列についても同様と考えられる。ATSST ではまず S 型の加速度警報装置では無防備だったキロ 60km 以上の分岐器制限箇所に分岐器加速度防止装置として設置し、 すぐに行き止まり駅にも4から5体で、ワイゲン制限速度以下に対応する仮想防止装置を構成して、転用、ついで合流のある、出発信号機にも仮想防止装置として設置した。なお、ATSS 改良系のうち、ATSSN、ATSSN には、車上側での速度調査機能はないため、前期の地上タイマー方式を用いることになる。 ATSSTJR 東海が ATSSN に速度調査機能を付加して開発したものであり、列車番号喪失機能も付加されている。1990年に運用を開始し、1994年から1998年にかけて速度調査機能が付加された。ATSSWATSST のハードウェアを CPU 制御で再設計したもので、 ATSST の機能から列車番号喪失機能を省略したほかは ATSST に準じる西日本旅客鉄道用1991年に運用を開始した ATSSSATSSW と同様のもので四国旅客鉄道用である1993年に運用を開始した ATSSKATSSW と同様のもので 九州旅客鉄道用である、1994年に運用を開始した。ATSSF 日本貨物鉄道用で、当初は ATSS と同等であったが、後に ATSSN の機能が追加され、現在では ATSST の機能も追加されている。ATSSNJR 東海の a t s s t 線区への乗り入れ対策として、 速度照射ボードを追加した JR 東日本の車上装置。JR 東日本の ATSSN 区間には加速度警報装置はあるものの、絶対停止コマンドの速度照射機能がなかったが、近年から SF として設置され始めている。ただし、ATSSN 搭載車には ATSP が閉鎖されており、JR 東海も ATSPT へと移行した、現在では、 JR 東日本東海区間において ATSSN の速度照射機能が使用される機械はない。ATSST 系列による曲線での速度、照射速度照射は当該箇所への ATS 地上紙の設置によって可能になるのであり、ATSST 系列が設置されている路線の曲線のすべてで速度照射が行われているわけではない。 JR 福知山線脱線事故以前の設置数は全国合計で曲線25箇所に過ぎなかった。分岐器加速度警報装置の更新用として開発、普及したのが実態である。ATS-ST 系列では信号に対する速度小差地上子は十分に設置されていないのが現状である。また、閉塞信号には 速度調査地上市、即時停止地上市が設置されていない。例外として、JR 東海、青波線の伏線区間で、場内、出発信号機が設置されていない駅には、閉塞信号であっても、場内相当に即時停止地上市が設置されている。また、愛知環状鉄道のすべての閉塞信号には、速度調査地上市が設置されている。 ATS-ST 系列での速度調査には、ATS-SX 系地上紙が LC 共振回路で無電源動作のため、電源の確保が困難な山間部でも容易に設置できる。車上側で速度調査を行うため、地上側に地上紙制御用のタイマー回路は不要であり、比較的安価に速度調査地点を増やすことが可能である。価格は部品代で1体で10万円程度、 設計、工事費を含め3対1組で100万円前後と報道されており、曲線制限には制御がないから自社設計志向なら40万円程度で設置できると考えられる。パターン式の調査を行う ATSP では常時速度調査が行われているが、これは信号に対する速度調査であって、すべての曲線の速度制限に対して、 常時速度調査が行われているわけではない。ATS-SX と同じく速度調査は地上市等の設備負荷によって可能になるのであり、ATSP が設置されている路線が必ずしも曲線において速度調査を行っているとは限らない。JR 東日本の ATSPS は ATS-SX と上位互換の ATS であり、ATSP のように パターン調査を行う機能を持っている。列車ごとのブレーキ性能に合わせた減速パターンを発生させ、列車がこのパターンに接近すると警報を発し、パターンを超えると自動的にブレーキがかかるようになっている。調査原理については JR の地上タイマー方式と同じである。採用例、福島交通など比較的遅い時期に ATS を整備した。 地方施設に多い。伊豆急行線に関しては、国鉄の乗り入れ車を改造することなく運輸省、昭和42年度通達を遵守できる、要、地上タイマー方式を採用した上で車両の確認ボタンを使用禁止し、速度制限を守っている限りは、警報自体がならず、超過した場合は、非常ブレーキが動作する扱いとしていた。当外行も参照。調査原理については、 JR の車上タイマー方式と同じである。名鉄などで採用されているものは、絶対停止機能がないため、出発信号機直下や線路集団部では2機1体の地上市の間隔を非常に狭くして設置している。この問題点として、非常に低い速度でのを進むが可能であり、名鉄新岐阜駅での車止め衝突などの事故の原因となっている。採用例、名鉄。 南海、京阪、琴電、蓄鉄など軌道に流す連続的な情報、または地上紙による点で受け取る情報をもとに車両側で連続的速度を調査する。多編集式地上紙で車両側が信号を受信、記憶し、その信号に合わせた一定の速度で連続的に調査する。信号機の現時アップ等で調査速度が上がっても次の地上市を通過して、 信号を受信するまでは、調査を続けるか、確認ボタンを押して、調査を解除する。採用例、近鉄、京王、東部、小田急 AF 軌道回路方式後に、国鉄 ATG でも採用された、AF 軌道回路を使って連続的に信号を流し、列車側がこの信号を受信して連続的にある、一定の速度で調査する。 信号の源氏がアップした際はすぐにアップした、照射速度の信号を受信することができる。ただし、地上紙を併用している場合は、多編集式と同様次の地上子まで照射を続ける。採用例、阪神、阪急、山陽、相鉄、西部、西鉄、新鉄その他の方式国鉄 ATS の B 型と同様にレールに常に電流を流し、 電流を切ることによって信号を送っている。この電流を切る時間で調査速度を車両側に伝えている。調査は一定の速度で連続的に調査する。採用例、京急、京成、都営、東急 JR 北海道は時速 130km 運転を行う特急列車をはじめ多くの高速列車を運行しているが、同社の運転保安装置は 海峡線の ATCL を除くとすべて ATSSN である。従来は曲線での速度調査装置は貨物列車の加速度転覆事故が相次いだ函館本線大沼付近の峠越え区間にのみ設置されよそには全くなかったため曲線での速度超過の危険性に対する列車の保安は事実上運転手の注意力のみに委ねられていた。 国土交通省の通達を受け、同社は2005年7月26日より、ATSSN 線区における曲線での速度、照射装置の運用を開始した。すでに10カ所で運用を開始しており、2006年度末までに、計21カ所設置する予定。当該装置は分岐器加速度防止装置と同じもので、速度照射地点ごとに、地上タイマーと列車検出地上し、 測定地上施制御用のリレー回路が必要であり、また、豪雪山間地域における電源確保や、その維持管理などが必要で、全く無電源の ST、SF 車上タイマー方式と比べると費用がかさむ。なお、分岐器での速度調査は200箇所以上で実施していた。在来線 6473.9km のうち、 ATSP よび ATSPS が設置されているのは 1820km 程度である。従来から ATSP 区間の109箇所の曲線において速度調査を行っていた。また ATSSN が設置されているのは 4577.4km である。従来は ATSSN 区間において分岐器や曲線での速度調査は行われていなかった。なお、 分岐器速度制御装置の設置例は確認されていない。ATSP 単独区間である、京葉線西船橋、蘇我間に貨物列車を運行するにあたり、当初 JR 貨物は、JR 東日本の ATSP 搭載機関車の借り入れを検討したが、制度特性が違うことと、貨物制限に ATSP が対応していないことなどから借り入れを、 断念市貨物用の ATSSF 地上装置を設置して入線した。抽選手前に即テラシ地上子3体で構成される ATSSF 分岐器加速度防止装置と出発信号手前に即テラシ地上子4から5体で構成される SF 仮装防止装置が設置された。また、新宿駅などにも同様の SF 仮装防止装置が設置されている。 JR 東日本の整備計画 JR 東日本では今後以下に記す整備を予定している JR 東海は車上側での速度調査を可能にした ATS、ST をいち早く導入したしかし時速 130km 運転を行う特急列車や新快速などを多く運行しながら曲線での速度調査は在来線全線のうち 天覆懸念箇所として、時速 40km 以上減速の必要な地点8箇所すべてで行っていて、JR 西日本のような除外要件をつけずに、物理条件だけで設置している。国土交通省は天覆懸念速度0.9を算出基準とした設置基準通達を発し、同社に対し、新たに a t s s t 線区の9箇所で、 速度調査設備の緊急整備を行うよう指示しているが整備状況は不明である。また新型の ATSP の導入には否定的な態度を示していたが ATSPT を2010年までに主要路線に2012年までに全線に導入した。JR 西日本は JR 福知山線脱線事故の発生以前17カ所の曲線で速度調査を行っていた。 これは、JR 東日本以外の JR 各社の中では、最も多いが、在来線 4388.1km に、対しては十分な数ではなかった。また、設置箇所について、最高速度時速 130km の路線という、不合理な限定を付したため、福知山線脱線事故現場が、設置対象から漏れることになった。 関西圏のアーバンネットワーク線区の大半では ATS-SW が多用されているが、現状では ATS-SW は信号に対する速度、調査地上市が十分に設置されておらず、ATS-P と比較して保安度が大きく劣る。JR 西日本福知山線脱線事故と速度調査107名の死者を出した JR 福知山線脱線事故は、速度調査の重要性を浮き彫りにした。 事故以前の福知山線には ATS-SW のみが導入されていたが事故現場の曲線では速度調査を行っていなかった。事故の重大性及び社会に与えた影響などから国土交通省は事故復旧完了後の運転再開の条件として福知山線に対し ATS-P の設置を条件として JR 西日本に勧告した。JR 西日本は この勧告に従い、運転再開と同時に、天が崎から新三田間に ATSP が導入され、急曲線の多くに対しては合わせて ATSP 及び ATSSW の速度、小射地上紙が設置された。なお JR 西日本に設置された速度制限 ATSP 地上紙の多くで、車内での ATSP 設定仕様の不徹底により、JR 西日本制定の車種別の 上限速度加算設定が行われず、パターン上限速度の設定値を誤って、JR 共通方式イコール東日本方式で設定していたものが、路線単位で多数あり、福知山線は丸ごと JR 共通方式で設定されて、多くのご設定を生じたが、対象車両がなく、ここでは実害は生じていなかった。また、 高速危険側の群発後設定も少なからずあって、後に回収された。また、曲線速、テラしの義務化により、JR 西日本 ATSP の車種別性検査加算方式は全 JR 共通方式とされた。運転再開後も ATS-SW の速度、小射地上紙を設置したのは、ATSP を搭載していない列車が多く、運行されているためである。 ATSP を搭載していない車両は主に JR 西日本の特急列車である。JR 西日本の整備計画 JR 西日本は今後以下に記す整備を予定している。JR 四国では車上側での速度調射機能を有する ATS、SS を整備していた。しかし多数の急曲線を縫うように高速で走行する。 振り子式特急列車を多く運行していながら、従来は曲線での速度調査は全く行わず、曲線での速度超過の危険性に対する列車の保安は事実上、運転手の注意力のみに委ねられていた。JR 四国の曲線での速度、調査国土交通省の発表によれば、2006年度末までに62箇所の曲線で速度調査を行う予定となっており、 うち国土交通省の指摘以外の曲線で、自主的に地上市を設置するのは29カ所である。JR 四国の分岐器での速度調査 JR 四国は分岐器における速度調査を行っているとしているが、設置数は不明である。なお、分岐器速度制御装置は使用しておらず、すべて ATSSS での速度調査であるが、今後分岐器速度制御装置を整備するとしている。 JR 四国の先頭集団部での速度、小差線路集団部においては、管内で7駅あるすべての集団駅で速度調査を実施しているが、2005年3月2日に、JR 四国と同じ ATSSS 方式による速度調査が行われていた、土佐黒潮鉄道の集団駅である、スクモ駅構内で発生した衝突事故を受けて、全集団駅で、 線路集団用の速度調査用を地上紙を増設、順次使用を開始している。JR 九州では、車上側での速度調査機能を有する ATS、SK を整備していた。時速 130km 運転を行う特急列車など、多くの高速列車を運行していながら、従来は、曲線での速度調査は全く行わず、曲線での速度超過の危険性に対する列車の、 保安は事実上、運転手の注意力のみに委ねられていた。JR 福知山線脱線事故後の国土交通省の指導を受け、同省指導の曲線39箇所のうち、同社は2006年度末までに15箇所、2009年度末までに24箇所、さらに独自判断の57箇所について2009年度末までに ATS 地上市を設置し、 曲線での速度調査を可能とする予定である。なお、曲線での速度調査を全く行っていなかった JR 九州であるが、分岐器での速度調査は1968年前後からの国鉄時代の加速転覆事故を受けよう書に分岐器加速度警報装置を設置し100所以上で実施し、さらに1988年末の東中の追突事故を受けた ATSSK 加回で、 強制停止機能があり、時速 60km 以上の速度制限にも対応できる SK 分岐器加速度防止装置を構成できるようにした。当初は速度調査の車上時速設定が電車で0.5秒、ディーゼルカーと機関車で0.55秒だったが後に高速で走る振り子車両に対しては0.45秒とした。分岐器速度制御装置は使用しておらず、 すべて ATSSK での速度調査である。愛知環状鉄道愛知環状鉄道は JR 東海と同じ ATSST を採用している。分岐器や曲線での速度調査は、愛知万博に伴う輸送力増強工事が行われた際に一部の分岐器に速度調査地上市を設置させたが、JR 福知山線脱線事故後に、ほとんどの分岐器や一部の曲線で、 速度調査地上紙が設置された。分岐器速度制御装置は使用されていない。閉塞信号には、閉塞区間ごとに少なくとも2カ所で、停止信号に対して、速度調査が行われており、以前から、信号観光地表付近の1カ所で、時速 55km 調査が行われていたが、JR 福知山線脱線事故後に信号機に近い1カ所に、 時速 20km の速度調査地上市を増設させた。しかし、即時停止地上市は設置されていない。なお、愛知万博終了後も、JR 東海車両が愛知環状鉄道線内に乗り入れ、愛管車両が車両検査のために JR 線に乗り入れているが、JR 東海が設置を発表している ATS、p t を、 愛知環状鉄道線内や車両に設置する計画は一切明らかにされていない。参考、安全報告書2011伊勢、鉄道伊勢鉄道伊勢線では、JR 東海の特急南紀や、快速三重が最高速度時速 110km で乗り入れ、自社車両が関西本線四日市駅まで乗り入れるため、ATS-ST を採用している。分岐器での速度調査は、 中瀬湖駅や川毛駅で優等列車が速度制限時速6 0トルの分岐器を通過することがあり、速度超過により脱線の危険が伴うためその地点に速度調査地上紙が設置されている。出発信号機での速度調査は正面衝突や安全速線に突入する恐れのある短線区間においては通過初速度調査がされているが、複線区間においてはロング。 即時停止地上紙しか設置されていない場合が多い。場内信号機では1カ所のみ、速度調査がされている。閉塞信号機では、JR のように、ロング地上紙しか設置されていない。なお、JR 東海の ATSPT 導入に伴い、車両改良更新が行われた。今後、通駅構内への ATSPT 地上紙設置工事等が行われる予定である。参考。 2011年安全報告書ありがとうございます。